デューク・オブ・ヨークはイギリス海軍の戦艦、キング・ジョージ5世級。艦名は最初はアンソンだったが、1938年12月にデューク・オブ・ヨークと改名された。ジョン・ブラウン社で建造され、1937年5月5日に寄港、1940年2月28日に浸水し、1941年11月4日に浸港した。 春工後、本国艦隊に所属する。1941年12月中旬、デューク・オブ・ヨークは、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領との会談のため、アメリカへ向かうイギリスのウィンストン・チャーチル首相を乗せた。デューク・オブ・ヨークは12月22日に、アナポリスに到着し、1942年1月には、バーミューダへの完熟公開を行い1月17日に、 スカパフローへと向かった。1942年3月1日、デューク・オブ・ヨークは、巡洋戦艦レナウン、巡洋艦ケニア、6隻の駆逐艦とともに、P92 戦艦の近接護衛を務めた。ジョン・トービー大将が、ドイツの戦艦ティルピッツが、戦艦攻撃に出撃してくるかもしれないと考えた。ため3月6日には、戦艦キング・ジョージ5世位・ゴセイ、ーボビクトリアス、 重巡洋艦ベリック、駆逐艦6隻が増強された。3月6日、ティルピッツは出撃し19時40分頃にイギリス潜水艦により発見された。ビクトリアスの搭載機による不成功に終わった雷撃を除けば、両軍の間に接触はなかった。1942年10月、デューク・オブ・ヨークは H 部隊の新たな機関としてジブラルタルに派遣され、翌月には、 統治作戦を支援した。デューク・オブ・ヨークは、イタリア軍機による攻撃を受けたがそれらは、比較的小規模であり、空母ビクトリアスやフォーミダブル、フューリアス搭載機によって速やかに処理された。その後、デューク・オブ・ヨークはイギリスに戻り修理を受けた。1943年10月、リーダー作戦に参加し、同年12月26日には、 JW55 バイト戦乱攻撃に出撃してきたドイツ海軍の戦艦シャルンホルストと交戦し、スタビライザー方式の主砲射撃法違反により、後天の揺れを抑え、さらに正確なレーダー艦正射撃によりこれを大破させた。シャルンホルストは最終的に軽巡洋艦、ジャマイカや駆逐艦の雷撃により沈没した。 1945年4月には太平洋艦隊所属となり、7月太平洋に到着し太平洋艦隊の機関として9月2日の日本の幸福調印式に参加している。1957年に除籍され、後解体された。など、ありがとうございます。